高市の怖さを伝えたい。岸田の次の自民党総理大臣です。何が怖いかっていうと、近寄って見るととっても怖いです。眉毛が怖い。あなたは眉毛の怖い総理大臣に変えられますか？たとえ統一教会を調教する蛇使いの安倍が死んじまっても、たとえ統一教会が解散されても、自民党は出してきます。眉毛の怖い高市に変えられますか？